7番山根敦子でございます。信頼の負託をいただき、またこの場に立つことができました。よろしくお願いいたします。それでは、通告に基づきまして大枠3点、質問をいたします。まず1点目、新型コロナとインフルエンザへの備えは、本格的な冬を迎えるこれからは新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザとの同時流行も懸念され、年末年始の忘年会、新年会などの会食の機会や人の移動も集中することから、爆発的な感染拡大を食い止めるための協力を求める中国地方知事会緊急メッセージが11月18日、17日に出されました。また11月23日には全国知事会において警戒宣言が出されています。この通告は12月1日に出しましたが、この半月の間に大きな変化があり、状況は日々逼迫してきていると感じております。県内でも連日100人超えという感染が拡大している状況にあります。今後に向けての備えについてお伺いします。ということで、括弧の1として、市民に対しては改めて何らかのメッセージなどを出されるのかと伺っております。この通告をしておりますが、昨日同僚議員の新型コロナウイルス感染症対策について、住民の感染防止の意識を高めていくための取り組みについての質問に、繰り返し発信していくことで意識を変え行動を変えていくとご答弁されております。私は、年末年始にかけて何らかの主張メッセージを出されるかとも考えておりましたが、昨日とご答弁変わらねば次に参らせていただきます。よろしいでしょうか。ではですから、昨日とご答弁、同じであれば次に参らせていただきますし、ご答弁がいただけるようならいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、申し上げます。はい、どっちか決めてください。これはですね、質問が重複する場合、市長は質問重複することについて答弁は同じになるので、控えたいという思いでいらっしゃると私は受け止めておりますので、そうであるならば一回切っていただかないと私発言の権利が与えられないですね。なので座っていただくと議長が進めてくださるんだと思うんです。いや、手を挙げられるようである。それでは、ご答弁があるようなので、ご答弁いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。答弁を求めます。議長、市長石丸真嗣君。はい、昨日お答えした範囲では、従来の注意喚起ですね、これを丁寧に続けていくというお答えでした。で、その上で山根議員から個別のメッセージがあるやなしやというご質問だと解釈したんですが、現時点ではなしで考えています。ということは将来的にはあるかもしれない、その背景を少しご説明したいと思います。なぜ今現時点で特別この町からメッセージを出さないのかというと、この町がこの新型コロナにおいては特別悪い状況になってないからなんですね。逆の例が顕著です。東京や大阪、広島県内でも広島市ですね、特別に注意が必要だから特別な注意喚起をしています。秋田方市は今はその段ではないと捉えていますので、この特別な注意喚起は控えたいと思っています。なぜ控えないといけないかも念のためお伝えしておきたいんですが、これがですね、良くない副作用を生むからです。12月12日土曜日だったと思うんですが、広島県の方から湯崎知事が、集中的な対応がいると言って
当日から確か翌年の来年の1月3日まで気をつけてくださいねというメッセージを発せられたんですが、その中で広島市と言及されてまして、で広島市の人はあまり外に出かけないようにしてねというお願いなんですが、これですね、逆の立場で言うのは非常に危険です。なぜかというと、仮にです、仮の話、秋田方市に来ないでねというと、それはじゃあやめようかという方もいるんですが、中にはやむを得ず行く方、それこそ年末年始ですので少なからぬ人の移動があるんです。そうした時、なんで帰ってきたんやとなってしまうわけなんですね。でも今秋田方市においてそこまで言うべきかというと、私はその状況にはない。それこそ昨日の答弁でお伝えした通り、ウィズコロナの発想で私たちは前向きにこの問題と向き合っていかないといけない。そうしたときに言うのは簡単なんですが、できるだけこの注意喚起も控えて、でも丁寧に、もう答えがなくて難しいんですが、微妙なというのは難しいさじ加減を行っていかなければならないと考え、繰り返しになりますが、現時点では特別なメッセージは考えていません。はい、では状況に応じて、臨機応変に対応していただくということで、次に参ります。括弧2、今回は令和2年12月の一般質問に臨む政治会山根敦子議員です。この頃にはすでに恫喝問題が起きていたと思うのですが、質問にも笑顔で市長の答弁にも理解をされておりました。その上まだ一問一答のルールが定着していないため、山根議員の判断で進行をしているような状況ですね。こうした状況を見ていると、今まで何期も議員を務めているにもかかわらずルールが曖昧になっていても議事進行に問題がなかったのでしょうね。そしてこの2年後には石丸市長のプライベートを詮索し、市長にキモいとまで言われる状況になります。どうしてこんなことになってしまったのか？それではご視聴ありがとうございました。